こんにちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。本日はとても硬い動画です。嘘です。ごめんなさい。あの、なんとですね、トラスト企画、これから事業の方がこう拡大していく予定でございまして、その拡大に伴ってですね、新しい仲間を募集しております。はい、今日はそういう動画でございます。トラスト企画求人募集のお知らせ、はい、素晴らしい。今日は車の話は一切出ませんからね、はい、でも本当興味ある方いらっしゃると思うんで、そう、トラスト企画でねいただきたいなって思ってる人はですね、この動画を見て、はい、ぜひ応募してきた、来てください、はい、ちょっと硬くなってます、大丈夫ですか。今日はね、いつもと違ってね、ちょっとちょっとね、まあ、若干真面目な、若干だけ真面目にやれって言われてるので、なるほど、なかなかできないんですよ、まあ、そう、今日もしかしたら脱線してないかもね、もしかしてね、いつも不真面目ですから。じゃあまあとりあえずですね、はい、今回募集されるセクション、はい、お、気になりますね。で、国内事業部って何やってるかっていうと、ヤフオク、皆さんね、買ってね、いただいてるラフオクとかショッピング、楽天とかね、あと自社サイトとかね、もろもろありますからね、トランスキットね、販売チャンネルが、まあ、e コマースのサイトがあります、で、これの、まあ、お客様から、落札されたものをメール処理したり、電話で注文を受けたりとか、あとは発送の伝票を作ったりとかという作業を、国内事業部、まあ、日本人の、まあ、日本にいる方を対象に、対応しています。なるほどね、はい、まあ、質問来たりとか、まあ、問い合わせ来たり、そういった対応もしてくれるというところですね。そうですね、はい、で、あと海外事業部、お、これはもしかして今カメラ撮ってる花ちゃん、私、花ちゃんいるとか、花ちゃんいるとか、はい、海外事業部の、は何をしてるかっていうとですね、はい、主に、はい、海外から来るオーダーに対して、注文を受けたり、まあ、発送したりとか、まあ、あとはコンテナをやって、出荷したりとか、パーツを海外にね、まあ、送ったりとかしてます、はい、まあ、どちらのセクションもですね、はい、実はパソコンを使ってまして、まあ、ある程度パソコンに精通している人が好ましいですね、好ましい形になりますね、はい、で、特に海外事業部の方、これはですね、ある程度英語とか、海外のお客様なので英語とか喋れないとちょっと難しい、普通に電話かかってきたりしますからね、海外の方からね。そうですね、もう花ちゃんみたいにペラペラ喋れないと、ダメだってわけじゃないんですけど、はい、まあ、基本的にこうお客様とやり取りするのに、まあ、不自由のない程度の、まあ、語学力がないと、ね、まあ、いけませんねっていうことですね。海外事業部の人は全て英語は喋れますので、喋れるだけじゃなくて書面とか ね、 そ う、 ですね、そういうのも全部ビジネス英語若干できるくらい、そうですね、はい、とかいいですね。そうですね、まあ、車について、まあ、そんなに詳しくなかったとしてもまあ一応先輩方がね、そうですね、きっちり教えてくれてます、私もそうです、先輩になるんだ。そうですね、はい、はい、で、今ですね、はい、国内事業部ね、主に EC サイトを運営している人たちは海外事業も含めて、なんと全員女子です。ここのセクションは、全員女子です、はい、そうですね、はい、なので、おそらくですね、同じような方を求めていると思われます、はい、あと総務部、総務部っていうのって、何やってるんですか、まあ、何でも屋さんですね、タイムカードを処理したりとか、勉強注文したりとか、はい、
まあ、いろんなその雑務的な一般業務、そう、一般業務ってあるんですね、はい。まあ、お客様が来たら例えばお茶を出したりとか、うん、まあ、そういうのもあるだろうし、うん、まあ、この人たちいないと成り立たないですか、そうですね、縁の下の力持ちですから、あの必要な部門になりますね、うん、そうですね、はい、人が増えたら総務も忙しくなる、そうですね、どんどん人が増えてくるんで総務もそういった募集をかけてます、うん、素晴らしい、はい。で、車両部、車両部ってなんだよ、うん、車両部ってなんかメカニックと違うのっていう気はしますけどね。車両部といえば当然車、車の陸送、はい、今ね、あの車の買い取りとかが、うん、全国から買い取りをするんですけど、うん、ありがたいことに、当然トラックも足らなくなってきて、うん、まあ、トラックも乗る人も足らなくなってきて、うん、自ら言ってますからね、結局その引き上げだったりいろんなことをしてもらう、その運送ができる人、うん、まあ、トラックの運転ができる人を募集してます、はい。できれば理想です、あくまで理想なんですけど、うんうんうん、これは中型のトラックが、乗れる方、いわゆるあの積載車っていう、あのキャリア、あの1台だけ積むトラックってあるじゃないですか、ね、あ、あの新しく買ったやつ、そうそうそうですね、あれが乗れないとダメなんですね、うん、だから比較的若い人だと乗れない免許の人っていうのがあったりとか、ありますね、ちょうど中途半端なところかな、20代後半ぐらいから、まあ、僕32歳ですけど、僕はもともとついてたけどなくなった、うん、ああ準中型とかになっちゃったそう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 ですね、区分が分かれちゃったんで、はい、でも最悪ですね、あのもしここがない、うん、でもやる気がありますよっていう場合であれば、まあ、会社で、うん、まあ、資格取得もできますよ、素晴らしい、これは福井祝いの教習所です、祝いの教習所ですね、まあ、花ちゃんと一緒に教習してもらうと思って、あのこんなこと言ってるけど阿部ちゃんも今強制的に行かせますからね、はい、おうん、仲間が、どんどんドキドキ、一緒に撮りましょう、査定行ってるくせに引き上げはちょっとお願いしますとかって言って2人で行かないといけない、何言ってんだよと思って一人で行ってこようとかって思うんですけど、なかなか行けないんですよ、トラック乗れないからね、もともと乗れたんですよ、もともと乗れた、はいはい、で、あともう一つ、はい、これ、まあ、当然陸送もするんですけど、はい、陸はね、最近あのこうなってるので査定を控えようと思ってるんですよ少なくしたいんですよ、はい、てか俺じゃなくてもいいんじゃない的な感じの、だって会社にいないもん、いつも困るんですよ、いないと困るんですよ、だから別にお客様が、まあ、ミークを指名しない査定の件に関しては、うん、別のスタッフに行ってもらうっていうことで、うん、はいはい、で、うん、そのスタッフも今募集はしてます、うん、だから、車の査定ができるスタッフ、うん、これ適当にじゃないですよ、ちゃんとね、僕みたいに適当なやつじゃなくてある程度経験とかがある方の方が、そうそうそう、車の査定ができるって言ったらやっぱりライバル店じゃないですかねライバル店から抜いてくる感じ、引っこ抜く感じ、引っこ抜く感じですね、はい、ヘッドハンティングしましょう、はい、まあ、今いる職場とトラスト企画の職場どっちがいいかっていうのを天秤にかけてもらう、そうはい、まあ、それでちょっと自分履歴書送ってください、はいはい、お願いします。あと広報って思います、広報来ました、広報って何でしょう、何でしょう、広報っていうのは、はい、安倍ちゃんとかがいる部門で、はい、まあ、YouTube ね、はい、要は SNS の構築ですね、うん、はい、まあ、SNS、まあ、Twitter だったり Facebook だったり、ね、ブログだったりいろいろあるんですけど、うん、その他あの YouTube、まあ、車の写真撮ってアップしたりとか、うんうん、いろんなことをやってもらう部門があるんですけど、そうですね、今ねあの YouTube 結構はめ撮りしてるんですけど、うん、編集するスタッフが足りなくて、うん、今それでもう本当にてんてこまになってるんで、できればあの動画編集できる人、ああいいですね、いいですね、いいですね、経験ある人、そう、あの興味あるなとか、うん、あの YouTube の動画を作ってみたいなとか、うんうんうん、トラスト企画が収録してるやつを編集して、ね、編集してみたい、もっと面白くおかしく、面白く、僕だったらできるよみたいな私だったらできるよっていう人いたらね、うんうん、ぜひ、あの別に車に関して全然ね疎くても、いや編集はできるよっていう人、うんうんうん、むしろその方がいいかもしれない、そうそうそう、かっこいい編集とかでも、そうそう、でこれはね別に返さなくていい、確かに
データやり取りだ、うん、すごいね。北海道にいても沖縄にいてもあのデータやり取りするだけだから、で大体方向性っていうのをこんな感じで編集してねっていう感じになるから、うん、これをねあのどこでも別に出社しなくてもいいんで全国から来てもらっても大丈夫。なんならもう日本越えて、うん、そうそう海外にいても大丈夫だし、しかもほらバブルワークもできちゃう。確かに、そう片手間に確かにね、うん、できる人は本当にねあと何時間かで、うん、パッと作れるかもしれない、作れちゃうかもしれないので、そうすると、まあ、別に今仕事やってるけど、うんまあ、休みの時とか、うんね、仕事終わってから、ね、夜やってもできちゃうよっていう、今風ですねダブルワーク、そうテレワークできちゃう、はい、うん、どうもです、はいはい、当然 SNS のサイトもいろいろそうですねアップしてもらったりアップしたりとかするのも、まあ、別に会社に出勤する必要性がないので、うん、大丈夫です。僕写真撮って送ってね、はい、それでやってもらってもらいます、はい、で、あとメカニック部、お、これはもうあれですよ ね、まあ、ね車とかのゴリゴリ君とかがいる、まあ、整備したりね、はいまあ、解体したりね、はい車検やったりいろいろやってる部門があるんですけど、うんうんうんこの部門、はい、ここ募集してるんですか。ゴリゴリ君が辞めない限り募集はなりません。ひどい。何が言ってるんですか。これは、採用されるのは、はい0人です、はい。残念ですけど。あじゃあちょっと募集はしてない。募集はしてません。残念ながら。募集は、なぜこれをわざわざ入れたかっていうと、はいね、メカニックは募集してないですかっていう問い合わせが非常に多い。あなるほどね。車業界なんで。なるほどやっぱり車この YouTube を見てる人って基本的に男性が多いんですよ。そうですね、はい、ほぼほぼ男性なんですよ、うん、である程度の年齢の人なんですよでスポーツカーとかの、サイトなんで、うんうんうんまあ、車を自分でいじったりとかしてる人がいるん で、ねはいまあ、手に職は持ってるわけですよ、うんうん、自分でできるようにでトラスト企画で働きたいメカニックとして働きたいっていう人が大多数なんです。なるほどだからあえて募集してませんよというかことですね。なるほどね、はい、高校は来ないでください、はいはい、これはですね誰かがねこうキャッてなった時にやばいやばい怖い怖いここがこう増やしてきます。1になるわけですね、はい、1になりますからね、はい、皆さん辞めないのでここ募集が増えない、はい、じゃあまあいろいろねこう各部門、はい、紹介していただきましたけど、はいまあ、大体どのくらい の、はい、人数をそうそう何人ぐらいかっていうね。あ、そうですね。募集人数を、はい、知りたいですね。あ、そうですか。はい。ぜひぜひ。まず国内事業部ですね。はい。今国内事業部は、4名です。4名募集。はい。4名増やしたいです。おお、結構いきますね。はい。あ、ごめん。4名じゃなかった。じゃあ書きましょう。書きましょう。いや、大丈夫大丈夫。大丈夫。4名じゃなかった。はい。3名にしてください。はい、1名減った。いろんな大人の事情があって。なるほどね。なるほど。3名にしてください。はい。で、海外事業部。はい。海外事業部4名です。4名。はなちゃん、仲間できますね。多いですね。よかったよかった、はい。ミーティングは全部英語でやってもらってもいいです。はい、朝礼とかも英語で。朝礼とも英語でやってもらってもいいです。そうですね。はい。総務。お、総務。総務はですね、今2名募集しています。おお。車両部、はい、車両部、車両部も2名。うん。みーくんが全国に行かなくていいように皆さんお願いします。はい。広報、広報は1名、はい。一緒にやりましょうね。一緒にね。はい、まあ主にこの1名っていうのはできれば、YouTube の編集とかができる人ですね。うん、でメカニックは0名。あえて書かない。で計12名ですね。はい。はい結構増えますね。前回より増えてる。前回より増えてる気がする。はい、12名増えてきます。素晴らしい。はい、ぜひ、なるたけこねに近い形、はいはい、の、募集が来るまで続けますね。いやでも結構 YouTube で、ねうん、見てあ興味あるなって人いると思うんで。はいはいまあ、ただ、まあうん、そうだね。今新たな一応こう情報として伝えておかなくちゃいけないのは、うん、今勤務地が、茨城県下妻市っていうところなんですけど、うん、もしかすると、うん、別の営業所が、うんうん、できるかも新たに
出展される可能性がありますので、おー、そちらの勤務地になる可能性もあります、うん、はい、まあ、同じ茨城県内なので、うん、はい、主に、まあ、多分つくばとかね、うん、森屋とか、まあ、そういったあのちょっと都市部、うん、学園ですか？そうです、はい、学園です、はい、学園です、まあ、アクセスのいいところにね、そうそう、はい、あの同じつくばっていうのはつくばさんの方じゃないんでなるほどね、はい、栄えてる方で、そうです、はい、平らな方で、はい、そうです、はい、なるほどね、はい、まあ、そういう感じで、まあ、事業がどんどん拡大していきます、うんうん、で、一応うちの会社の、まあ、どんな感じだったかっていうのをね、はい、ちょっと説明していこうかなと思います、ぜひぜひ、はい、ちょっと長いですけどお付き合いお願いしますね、そうですね、もう質問してもらってもいいよね、お、うん、じゃちょっと聞いていきましょうよ、うん、じゃあ何聞こうか、はなちゃん、うん、まあ、創業とかね、あ、確かにね、うん、創業何年ですか？創業は平成6年です、お、1994年ですね、じゃあね、そうですね、はい、ヤフオクの ID がですね、うん、ドラスト1994っていう ID になってると思うんですけど、それは1994年に創業したので、そういう ID になります。1号店ですね、ヤフオクの。1号店ですね、はい、そうです、はい、じゃあ今従業員全部で何人いるんですか？36名です。おお、内訳的には、ほぼ半々ぐらいな感じですね、男女が、男女、うん、半分ぐらいですね、うん、まあこういうね、あの事務方の皆さんは女性の方が多くて、うん、まあ、現場メカニックの方は男性の方が多いみたいな、まあ、そうですね、はい、うん、こっちはほぼほぼなんか女子って感じで、こっちがほぼほぼ男子っていう感じがするんですけど、うん、中には混じるので、うん、その辺にも、まあ、ね、全然男性の方も、まあ、メカニックにっていうか、こっちのメカニックの他にロジスティック部っていうのがあるんですけど、うん、まあ、そちらにも女性は、現場でバリバリ、ね、バリバリ働いて仕事してますのでじゃあ、あとなんか海外系の質問ないですか、はなちゃん？海外系の質問、うんうんうん、やっぱみんな気になるのは、うん、お給料とかなんじゃん。シビアなとこ行きますね、だいぶ。あ、お給料ですね、はい、あの給料っていうのは基本的にあのスタートの給料っていうのは基本的に安いですね、正直、まあ、まあ、でもこのなんか茨城県 の、 その事務系の仕事からすると、まあ、平均ぐらいかなって気がするんですけど、うん、まあ、ちゃんと、仕事していけば、まあ、昇給も随時しますので、うん、給料が減っちゃうとかこう、ね、下がっちゃうってことはないです、うん、まあ、少しずつ上がっていく形で、うん、まあ、2、3年辛抱すれば、まあ、そこそこになるんじゃないでしょうかっていう感じ、うん、気になりますね、はい、じゃああとは、うん、まあ、この辺のね、国内事業部、海外事業部、うん、多く募集されるっていうことなんですけど、うん、やっぱ女性の方ね、うん、あの福利厚生の部分で、うん、例えば結婚したとか、うん、子供生まれる、うん、みたいな、うん、ところで産休とか育休は取れるのかみたいな、うん、結構皆さん気になると思うんですけど、その辺はどう？全然取ってもらって大丈夫ですよ、うん、はい、まあ、基本的に出産とか、まあ、結婚とかして、うん、そういうのがあるとどうしてもあの仕事を一時中断しなくちゃいけなかったりするケースがあるんですけど、うん、あの必ず戻れるようにちゃんとあのディスクは用意しておりますので、うん、はい、場所は用意しております、はい、もう周りがね、産休取ったからもう末端の仕事しかないよみたいな、帰ってきたらみたいなことはないっていうことですね、まあ、基本的に同じ仕事をしてもらう形になると思いますね、はい、あとあれですね、在宅でもできるようには、そうですね、あの努力をしていただければ、在宅ワークとかで、うん、まあ、あのお子さんの面倒を見ながら自分自宅で仕事ができたりとかするケースができるケースがあります。素晴らしい、はい、で、まあ、会社で仕事してても、自宅で仕事してても基本的に給料は変わりません。おお、すごい、そこが一番すごい、はい、そこも自己申告です。家で仕事してる人は何時間仕事しましたっていうのは自己申告です。まあ、みんな正直ですか？パソコンの画面動いてなかったら3分おきに電話来るみたいなのないですか？いやいやいや、ちなみにあの会社のパソコンと、まあ、自宅に置くパソコンは連動してますので、うんうん、実は会社にいる人たちが今自宅にいる人がどういう仕事してるかっていうのは見れます、はい、あ、そうなんですね。 YouTube 見せたらバレちゃうんですね。バレちゃう。遠隔操作みたいな感じで、あ、できるんで、あ、なるほどね、はい、大丈夫です。なるほど、なるほど、安心ですね、その辺ね、はい、あとね、一番のメリットっていうのはね、うんうんうん、
採用されるとですね、はい、1年目のね有給がね、あ、出た有給の話、うん、有給はあれですね24日あります多い1年目でですもんね、うん、普通ないよ、はい、ないない、はい、しかも、はい、普通の有給ってその1年で消化しなかったら消えちゃうんですよ普通は、まあ、まあ2年でね、うん、あの消えちゃうっていうのが法律で決まってるんですけど、はい、消えません永遠に消えないと溜まり続ける破産性ですもんね溜、はい、まり続ける人ってまあ一握りはいるんですけど、はい、まあ、基本的にはほぼ 100% 消化してもらう形にはなってます、うん、そうですね 100% 消化、はいはい、有給って取りにくい雰囲気なんですか。いや有給は取れますよ。だって別に上司に報告する必要なくて予定表に休みますって入れるだけですからね。いや、あのなんか有給届とかも書いてすいません家族の事情でみたいな いらないですか。上の上司に箱、ね、もらってね。大体そうなんですよ。ないです。お、素晴らしい。だってそんなことやったら取りにくいじゃん。確かに、ね、めっちゃいいじゃないですか。最高だね、うん、有給はしかもあのタイムツリーに、うん、あ登録するだけですもんね。そうですね、って言ってね、自分でただ休みますって入れるだけで、はい、あのなんで休みますかっていう理由は必要でないので、うんうん、最高、それ一番いい、はい、壮行会行きますとかっていうのもあります休み取りやすい。休みは取りやすいね、うんうん、基本的に、はい、あと有給は1時間単位で使用できるから、うん、遅刻とか、まあ、遅刻早退とかね、うん、まあそういうのもあるし、あとね残業とかはないんだよね。確かに忘れてた、ね、あ、ちなみに勤務時間って何時何時ですか。まあ、9時から6時ですね。おお、はい、で9時から6時なんですけど、はい、お子さんが例えば保育園とか、うん、幼稚園とか、まあ、小学校もそうなんですけど、うん、小さいお子さんがいらっしゃる人は、うん、お迎えの時間もあるので、うんうんうん、時短で例えば4時半に上がりたいとか、うん、5時に上がりたいとかっていうのも可能です。相談していただき、はい、その分はその有給を時間単位で使ってみたいなね。有給を時間単位で使ったりとか、もともとその時短のその時期だけ時短にして、うん、やるっていう。あ、そういうのも可能なんですね。そうですね。だからめっちゃいいじゃないですか。お子さんが大きくなって、まあ、フルで働けるようになったらフルで働いてもらう、はい、っていう感じで、めちゃめちゃいいやってますね。はい、はい、まあ、あとちょっとさっき触れたんですけど、残業はねマジでないっす。うん、だってもう6時15分ってもう誰もいないですよね。あ、6時15分はもういない。誰もいないよね。6時15分はとっくに誰もいないよね。真っ暗でしかも門まで閉まってる。門まで閉まってる閉まってる。6時10分ぐらいでもう真っ暗になる。基本的に6時前に電気が消えます。みんなあのタイムカードのところに。あ、ね、ちょっとね。基本的にフライング気味だよね。6時ちょっと前に電気が消えるんで。もう帰れよみたいなね。そうそう、もう少しで6時だから消しちゃおうぜみたいな感じで、うん、だいたい6時ぴったりに戸締まりはもう6時前に。タイムカードは6時フラットになってる人もいるからね。だいたい6時から並んでますから現場の方とかも。あの渋滞してるんで、タイムカード渋滞になってるんです。いい会社だ本当に。そうそうそう、ちょっと遅れると30分ぐらいずれちゃいますから、はいはい、入る時間が。なるほど。まああのね、それこそ今までお話しましたけど、うん、本当ね、福利厚生の面、うん、働きやすさの面ではかなり充実してると思います、うん、まあ、僕転職してきた組ですけど、うん、相当待遇いいです、うん、はい、あと不思議なことが1点もう1つあります、うん、他の会社でないことが、はい、会社に面接来るじゃないですか、はい、面接官がミー君ではない。あ、確かにね、ミー君いないですもんね面接にね、まあ、各ねポジションのこうセクションのね、うん、まあ、国内事業部で人材が欲しいって言えば国内事業部の方で検討するし、うん、まあ、海外事業部の方で欲しいって言うんだったら海外事業部の方のスタッフがそれを判断してするしないを決めてますね、うんうんうん、人事とかいないですもんね、うちの会社は。そうですね、あの人事部ってのがなくて、うん、じゃあみーくんが勝手に採用決めてるのかって言ったら、そうじゃなくて、ね、みーくんはただ採用されします不採用にしますっていう報告しか来ません。わかりましたっていうだけ、はい、あのみーくんが欲しがっているあのスタッフであったとしても、はい、不採用っていうのが来ると残念なるほどね、
あ採用したかったのになとかと思ってても、みーくんが採用して出すと偏った人ばっかりになりそうな気がする。偏った人になっちゃうので、みーくんは、採用に回ってません。なるほど、はい、採用は一応全員の意見を取り入れて、うん、まあ、不採用か採用か、ね、うん、まあ、前回一致にならない時もありますけど、それはね、多数決じゃないけどこう話し合いというか、話し合いをして、採用するかしないかっていうのを一緒に働く仲間が決めてます、うん。いい話しか聞いてないんですけど、なんか質問ないですか、花ちゃん。いや、ブラック、一人だけブラック企業とかっていうのは、いや、自身がみーくんはね、今年の8月のお盆の前までは、はい、ホワイトな感じでした。なんかお盆開けたら急になんか指名されるようになってしまって、いろんなところに出張に行かなくちゃいけなくなってしまったみたいで、でこれはまずいなと思って、採用しない、これは人が足らなくなっちゃうので、ちょっと募集しようかなと思って、なるほど、はい、でどんどん車も入ってくるんで、うん、他の部門も増やさなくちゃいけないということで、うん、大々的に YouTube で募集をかけるようにしました、はい、これちなみにハローワークだったり、あと他 の, その雑誌関係、求人誌だったりとかというのにも、うん、実は載せてます。そうですね、求人サイトとかにも掲載してます、はい、まあ、でもね、求人サイトから応募来るより、うん、普段 YouTube 見てもらって、うん、会社の雰囲気とか、うん、まあ、知ってる人の方がいいですよ ね, ここね。そうですね、うん、こういう会社だっていうのを、まあ、YouTube 見てる方たちだったら分かると思うんですね、うん、はい、ギスギスしてる感じではなくてなんかこう ねほんわかしてる感じ仕事中でもなんかこうね、冗談言えるような、うん、社風になってます、はいはい、ぜひ皆様の応募お待ちしております。はい、あるちゃんとか花ちゃんと一緒に働きたい人をね、いつも募集してください。あと多分全国から応募来ちゃうと思うんですけど、うん、はい、その住む場所とかだったり、うん、そういうのも多分悩む方がいらっしゃると思うんですよね。そういうのは手助けとかってしてくれるんですか。まあ、しようっていう努力はします。できない可能性もありますけど一応相談は取ります、はい。まあ、でもこの辺家賃安いんで。阿部ちゃんもそうだ。そうそう、でもどこでも住めますよ、家賃安いからまあ、なんか5万も出せばね、もう豪邸に住めます、5万も出せば、ね、何部屋もあるよね。もちろん、はい、駐車場もついちゃうよみたいな、うん、駐車場大体ついてきますから、はい、ね、福利厚生で言ったら、あとオークション価格で車とかも買える、まあ、車好きな人だったら、うん、まあ、車は基本的に仕入れ価格で、まあ、購入できる、はい、まあ、いわゆる業者の価格っていうのかな、うん、年頭で仕入れることができますね。ですね、はいはい、まあ、車のパーツもそうですね、うん、パーツも売っている価格よりもだいぶ安い金額で買うことはできます。社長に交渉している方とかもいますもんね。そうですね、日々常々、はい、まあ、その辺はまあ仕事のね、でき不できで価格が変わるという、ね、価格もそう時価で決めてます。そうなんだ、ほぼほぼ時価ですから、はいはい、まあ、でも車好きな人だったら楽しく絶対働けます、はい、で車別に興味ない人でも皆さん助けてくれるんで、うん、本当楽しく働けると思う、うん、興味あるけどこの知識がないっていう方も多分勉強とか教えてくれたりして増える知識、うん、そうですね。特にね、この、国内事業部の人とか特にそうですけど、まあ、あんまりその車に関してそんなに知識なくて入ってきてる人が多いですね。でやっぱ会社に勤めてから、まあ、いろいろ勉強して覚えてってっていう感じが多いですかね。だから最初から分かんなくても大丈夫です、うん、助け合いですもんね、うん、そうですね、はい、自分で調べろとかは一切ない。教えてくれるからまあそうですね、もう自分で調べとけよみたいな、うん、っていうのは一切ない、うん、そんなことも分かんないのかっていうことはない。あ、よくあるよくある。ないですね、はい、ないですね、ないですね、はい、まあ、ということなんですね、うん、今まで説明してきましたけど、応募の詳細の方は概要欄の方に載せますので、うん、ぜひこちらの動画をご覧になってね、興味持たれた方ぜひ応募お待ちしてますんで、よろしくお願いします。で一応会社のホームページの方にも、はい、そのオーダーシートっていうか、うん、あるんですね、ありますので、はい、まあ、そこに記載してもらってメールで送信してもらってもいいかもし、うんうんうん、まあ、直接、まあ、電話してもらっても
大丈夫なので、はいはい、ぜひお待ちしています。リモート面接とかもできるので、はい、そうですね、あの遠方の人もあのわざわざここまで来る必要はなくて、うん、あの直接オンラインで、うん、あの面接とかもできるんで大丈夫です、はいはい、じゃあそういうことなんで、うん、みんなで一緒に働きましょう、うん、イエーイ、お待ちしてます、うん。